サークルのサウナの座でございます。今日は晴れてます。今日はもう7月22でございますね。はい。もう7月もあと18日でございます。今日もちょっと暑くなりそうなんで、まあ、水分と、まあ、取って、涼しく、していきましょう。毎日ね、まあ、熱中症とか、そういうの、市内の放送でも呼びかけられてますけどね、いろいろちょっとそういうのを言ってもらえるのは結構ありがたいんじゃないかなと思います。さあ、今日も新しい自分を見つけに行きましょう。毎日新しい自分がどっかで生まれてます。はい。今日も元気に新しい自分を見つけに行きましょう。はい。今日も一日元気に、さよなら、ありがとうございます。サヤプリサヤマチャでいつもハッピー、第二のふるさと札幌。